第3回こんなゆっくり系は嫌だ。生産前にパンを食べる。お会計110円でございます。おい、何してんだよ。逃げろ、ブアハハハ。おい。遊ぶな。ふう、我慢できなかった。いや、こんなもん100円くらいで買えるんだぞ。いや、もう節約節約。は？あれ、あいつさっきレジで食い逃げしたやつじゃね。行きますか。おい、後ろのやつって警察じゃねえか。うるさ、さっさと逃げるぞ。早く急げ。いや、ハンドルどっか行ったー。は？声が逆再生。うっしずしや、うっしずしや。うらえしえたらえばほほめでしょ。あし、名前を言う。声がグーグル翻訳。ハンバーガーを食べすぎると太るよ。はは、私は絶対太らないから大丈夫だよ。太ってんじゃねえか。実写。芸人のペコパみたいなツッコミ。いや、ロケランで撃たれるってことは自分がロケランを撃った相手に何か不平等なことをしたからだ。ビブラートが強い。よむう、さっき世界一周してきたんだけどさ、1時間もかかった。いや、かかりすぎでしょ。遅くても25分39秒コンマ47でしょ。めちゃくちゃ滑舌が悪い。次の方どうぞ。アゲロの公共漁協キャラテマキテや、10キュビデイデチュ、よろしくソヘバイシュマシュ。では、お座りください。失礼シュマシュ。では、この会社を志望した志望動機を教えてください。ケイ、ファフィワキョの魔術チュチ協協キャチュチチチャイチャデチュキョキチェンチョキキョタリ、ババイニポーチェンチタイチャチュ。何言ってんだよ。マトヨウシカみたいになる。ラップの動画を作ったがなぜ作ったか忘れたので一応載せておく。というかこの時期外出自粛でやることないから何をする。家がハリボテ。サナエが喋ったらマリサがウプ主を投げる。おはよう。コロッケを食べさせてこない。コロッケ食べるわ。ゲップでかいわ。ソーシャルディスタンスしすぎる。よむー、なにキャッチボールしよう。いよー。アオイちゃんが罵倒してこない。投稿頻度上げろ。はい、わかりました。いつも見てくれてありがとうね。愛してるよ。マリサのツッコミがガチで意味不明。皆さんどうも、チャンキョンです。いや、半分だけ動きたかった動物の森の新発売かよ。会話がラグい。お菓子買いに行くか。いいけど、追ってくる。お前今日ラグいな。色相反転する。皆さんどうも、チャンキョンです。いや、半分マジレスする。いや、表面温度が5000度もあったら海の海水とか全部蒸発してるし、生物が生息できる環境じゃねえよ。ふざけんなよ。しかもどうやってこれ撮影したんだよ。これ撮影したの宇宙飛行士かよ。カラフルすぎる宣伝をする。急に終わる。逃走付き新しいエンディングで締める。